鑑定結果の報告を受けてから、警察に岬の遺骨が見つかった場所と、もし山から滑落したとしたらこの場所と、仮説を立てた場所に案内してもらい、場所を確認しました。率直に思ったのは蛇や熊がいるから、山は怖いと言う怖がりで慎重な岬が一人でそこへ行くなんてありえないということでした。言葉でうまく説明することが難しいのですが、 その場所はキャンプ場から出て整備された道からその横の道もない急な山に入ります。とても傾斜がきつく登山用の杖を使い怪我をしないように慎重に足場を選びながら登り休憩や水分補給をしながら大人の足でもかなり時間のかかる山奥でした。 はっきりと道だとわかる整備された道からその脇の山に入ることがまず考えられません歩いて数分で回りきれるキャンプ場内で遊んでいた岬が 友達を探しているのに理由もなく山をどんどん登るとは考えられません。美咲といつも一緒に遊んでいた長女も「美咲がここに入ることはないと絶対に思う」「理由もなくこんな大変なところを登るなんてありえない」と言っていました、えー。私も家族も事故でなく美咲は何らかの事件に巻き込まれてしまったのではないかと考えています。 山梨県警が思い描いていた事件50%事故50%が完成した瞬間かと思われますこの文言から推定されるのがこの紫色のルートです整備された道キャンプ場出てから整備された道をわずかに数百メートル行って でえー、いきなり横にそれて登り始めるという、えー、通称バリエーションルートと,バリルートと呼ばれている、えー、道にご案内したんじゃないかと思われます。だから山梨県警は、えー、我々には言わないけど小倉美咲さんのお姉様たちをあお母様たちを、えー、このバリエーションルートにご案内したんじゃないかと思われます。 これは私がもし事件であれば、えー、こういうルートを犯人が選択したんじゃないかと。まあ、ほぼない、0ほぼ0%ですけれども、もし犯人が選択するとするならば、このルートじゃないかと。なぜかというと、三、え、崎、ー、さんがこのルートを選択するとは思えないからです。全く一緒です。ね、この道を私も山梨県警から、えー、もしね、 関係者でご案内されたら「ここは来ませんっ」てって言いますだからこういうルートを考えたんですねそのまま整備された道を行くルートそしてその先には何があったかというと小倉美咲さんの足跡と見られるものがあったとそしてこれ何度も言いましたけれども何度も言ってますけれどもえー、まあもうほぼ間違いないであろうとえー、ね操捜査にあたった 公務上ね、税金で捜索に当たった人たちの情報が漏れ伝ってきてるわけ、一部ね。そういう人の情報とかを考え、えー、見た結果、あ、ここには小倉美咲さんの足跡があったというふうに私は見ています。まあ、だから何という話なんですね。ここで単独で美咲さんの足跡があったからといって何だかという話ね。非常に事故の確率が高いけど、別にルートがどうなったかとかわからないわけね。 じゃあ、この、とりあえず、KK さんのルートですね。KK さんのルート。まあ、若干違うかもしれないですけども、KK さんのルートで、えー、こう行ったというふうにしましょう。ね、私のルート出せば、かなりアンチが湧いてきて、話の本心がブレますんで、ブレますんで。だから、山梨県警は、国民に出した比較的緩やかな道っ、つって、こっちを示しながら、えー、ANN なんかここからね、 こここのの林道のここですねちょうど私が登ったんじゃないかっていうここね <laughs> なぜか私が登ったんじゃないかっていうところのここからこういうふうにこう右印でこう山ってこ,こっち側にね登ったんじゃないかみたいな感じで出してましたねだからまあいいんですよここでもいいしここでもいいしどこでもいいんですけどなぜかこの足跡らしきものがあったところの 情報をおそらく小倉美咲さんのお母様とかお姉様には言ってない。言ってない上で、私たちが絶対それはないだろうなっていうふうに思うやつ。これ、バリエーションルート派もいますよ。ここ登ったっていう人もいますけど、す,すごく少数です。なぜならさ、小倉美咲さんのお母様が言ってる通りに、子供たちを探してるのにいきなりここ登るわけないじゃない。もしここ登るとするんであれば、理由もなく登るとするんであれば、この時点で遭難したということね。で、 理由もなく登るわけないんですよ。わかりますかそこは認めるんです、私も。理由もなく登,登らないんです。そんなんしたら登るっつってんの。わかります。緊急状態になったら登るっつって。それは私が言ってるんです。専門家が言ってるんだからね。2019年9月のエンドか10月ぐらい。えー、だから今から3年以上前に、専門家が言ってるんです。半分ぐらいの子供は、その場に留まると。そういう緊急モードに脳が突入したときに、 その心理学的には怖くて動けなくなっちゃう。でも半分ぐらいの子供はもはどこまでもずんずん行っちゃうんだって。だから林道に子供を置かれたらもう迷子になる可能性が半分ぐらいあるってこと。ねえ、あ北海道の県なんて 5, 5分で林道5分でもう4キロ先まで行っちゃったわけでしょそして1週間見つからなかったわけ。1週間見つからなかったんですよ。ねえ。いいですかじゃあその人。 その子供のに対して小倉美咲さんのお母様はどういうふうに言うかっつったらこういう言葉出てこないでしょ理由もなく、理由もなくそんな急な山に生えとか山とか斜度とかね、その蜜も持たない、杖も持たない状態で行くわけがないっていうわけでしょ理由もなく行かないって。遭難したら行くんです。置かれたらもう捨てられたと思ったから。ね。あのー、北海道の県はまあ今、 生きておられますから名前とか出しませんけどもあのね捨てられたって思ったんです親にね罰として捨てられた林道に捨てられただからか帰らないっていう選択肢を取ったのだからいなくなっちゃったわけね,ね理由はな,な,ないんです帰れないなんです帰れないんですでねえ小倉美咲さんの場合は理由はあるんです逆に言ったらば帰りたいなんですみんなと遊びたいなんです理由はね だけど、遭難しちゃったら、ね、いくらそういうふうに思ってても、普通土地勘がないっていう感,感覚があったら、その場にとどまるしかないわけ。だって、論理的に言って破綻してるから、だってわかんないんだから、自分がどこに行ってどういうふうに進めばいいか。その手法がわかんないでしょコンパスも持ってないし。そういう山とか林道ってそういうところなんです。 で地形が頭に入ってそして自分が行っている歩んでいる方向も,もしくはそこに危険がないかどうかが分かっている人が初めて遭難しないってことなの土地勘があるからあここ迷ってんですねっていうのは気づけるから自分が遭難したんですねあここ今思い描いてると,と違うんですねっていう土地勘がある,ある人だけが、えー、大丈夫なのだからね <laughs> だから理由もなく山をどんどん登る可能性があるわけ。 その土地勘がある人は。でも土地勘がないっていう感覚がないんですって、ほとんどの人が。わかりますか山とかそういう、ね、山林。だから林道の管理ってめちゃくちゃ大切なのに、なんでここキャンプ場のそばにあるんですかってこと、ね。整備されたところから整備されてないところにいきなり入れるんですかってことね。普通に入れちゃうわけ。ねえ。 その入れちゃうこと自体に私はこの遭難のきっかけ、えー、私は遭難と見てるからね、あのー、があったんじゃないか。だから小倉美咲さんのお母様とかお姉様があ一緒にいなかったからじゃないと思ってるわけ。だってそもそも、ここで遊んでた時、小倉美咲さんのお母様とかお姉様とか、あお母様とか親いないんでしょここで遊んでた時、子供たちだけで遊んでたんでしょだから小倉美咲さんのお母様だけがなんで責められる必要があるのよ。 グループキャンプに来た、特にね、このキャンプ場に行こうと、椿草オートキャンプ場に行こうって言った人の親の方がも,もっと責められるべきじゃない名前も何にも責められてないけど。ここで子供たちが遊んでたのは、誰か子供ここで遊んだことがあるからでしょ小倉美咲さんとかお姉様がいきなりここで遊ぶはずないじゃん。誰か友達が行ったから行ったんでしょその友達っていうのは、その親が連れて行ったからでしょその連れてきた親が危険性に気づいてないの。 そもそも、ここの。私だったら一発で気づくよ。だって、まず、園庭あるでしょ。やべえなっても、ここに行っちゃダメって、大人いたら、いなきゃ絶対ダメここね。いや、ここ、ここ来るって、ここ来るって。台風は明日来るんでしょ。ここやばいってってなるもん。普通。ね園庭ここにあるんでしょ。え、園あった、あるね。そして、ここに小川あるね。小川で遊んじゃダメ。鉄砲水来るかもしれないからってなるわけ。だから、私なんかそう思ってるから、 え美咲さんのお母様があの時美咲にその遊んできていいよっていう風にいいよって言ったやつを悔いてるって言ったやつをね全然ねもう見当違いだと思ってるわね正直言ってねそこでねそのたった一言でこのじ事故が起こったわけじゃないですってもともともうそういう要素持ってるのリスクプンプンよこれずっと前からこうびっしりここ,ここの木なんて 40年前木ないんだよ、ここ。なんで生えてるんですかもうそっから始まってるから。ここ木誰植えたんですかから始まってるの。私、私からしてみればね。で、整備されてるでしょそれ、それそうですよ。林業を施行するためにここやるわけ。ここに園庭作るためにここ道作るわけ。当たり前でしょ ね、だからずっと前から、キャンプ場できる前から、もう準備が整ってるの。だからここに普通であれば、キャンプ場をそもそも設置しちゃいけないし、もしキャンプ場を設置するんであれば、ね、流行活用とかで設置するんであれば、かなりの注意をしかないといけないわけね。だから、お父様たち、最初に来てここを選択したお父様はちょっと避難しましたけど、その人たちって分かんないよ、都会の人でしょ。 どうし村の現地の人じゃないから分からないわけ。そんな、そんな危険なところだって分かんないわけ、ね。だってその人だって、えー、私、私みたいにね、こういう園庭とか、そういうね、川とかにいたら原稿を浴び、浴びせられてきたね。ヘビ板倉庫ですよ。ヘビ、ヘビパーパットですかえー、擦り傷にヘビの顔をつけられたり、 ね、目の前でマムシの顔をピリピリって吐いてそしてそれをなんか,かこう、ね、乾燥させてガスで炙ってパリパリって食べたりねそういう野生のね野生のところで育った人たちじゃないでしょここをキャンプ来たの自然っていいねみたいなこれ自然じゃないですよ人工林です人工林人間が植えた木なんですこれ自然じゃないですだから頭上子どもたちの頭上に上から木が木の枝が落ちてきてぶっ刺さる可能性があるわけここね 普通で考えたらそういうところに入れちゃダメなの、子供は。こ大人だって入れちゃダメなの、普通に考えたらね。だから、見当違いなんですあの、しきりに流してたでしょ、NHK なんかは。美咲が確認してきたときに、いや、てうこれお母様も責めてるんじゃないですよ。お母様がなんでああいうふうにずっとね、後悔し続けないといけないのかっていうのを疑問に思ってるわけ、私は。だから、山梨県警がここのルートを案内したんじゃないかって思ってるわけ。 そしたらもう50%、50%ってなるのは、目に見えてわかるから。ねここ、それこそ5月頃の動画見てください、私の。ここをね、コメントくださった方とか、ライブでね、ここ言ってくる人たちに、いきなりここに行きますかっていう話を何回もしてるはずね。だから、から美咲さんのお母様とかお姉様と同じ感情になるわけ。ね友達探してるのにいきなり登れ始めるわけないでしょって。 だから事故だ、事件だって思ったわけでしょだか,らだから事件だっていうふうに思わせるように山梨県県が誘導してるんです。そう、そうとしか思えないんです。はい、以上です。